今回はチェーンソーのアニメ第6話を見た感想を語っていきたいと思います。またこちらもネタバレが含まれますので、まだ見てない方はですね、ぜひ見た後、できれば第1期のですね、チェーンソーマンの漫画が見終わった後に、ご覧ください。第6話はコミックの2巻の15話からコミック3巻の18話、チェーンソー VS 永遠まででした。はい。で、ここでですね、今後ずっと、このチェーンソーマンのキーワードになるところがいくつか出てまいりましたので、そこを、語っていきたいと思います。悪魔が恐れるデビルハンターの条件ですね。こちらが公開されました。過去のシーンですね。姫野先輩が言ってたキーワードで、頭のネジがぶっ飛んでるやつが長生きできるというキーワードが出てきました。はい。これずっと、もう、多分、チェーンソーマンが終わるまでの基本となる考え方ですね、が出てきました。これが1点ですね。次に、恐怖は悪魔の大好物というですね、ところで、コベニちゃんがですね、恐怖するところを見ながら笑うシーンがあるんですが、恐怖でですね、悪魔が強化される。今回であれば永遠の悪魔が増殖したりですね、なるので悪魔の大好物であることが、今回のお話で、分かりました。これもずっとですね、チェンソーマンの基本となる考え方なので、これがやっと公開されました。あと、悪魔の言う契約は絶対で守れずに破った方が死ぬというですね、ものも出てきました。契約は、これもですね、いくつかキーワードとしてですね、基本のなるルールとして残っているので、これも今回のですね、第6話で出てきましたね。で、次ですね、面白かったのはやっぱりデンジを殺そうとするコメちゃんですね。一切、あれですね、永遠の悪魔とかに戦おうとはせずにですね、恐怖して、最終的にデンジをですね、殺そうとしているところが、非常にコメニちゃんは面白かったですね。あと、分かったのが、早川明の刀を使うと、契約で、寿命が大幅に減るということも今回のアニメで分かりました。あと、早川明の執念ですね。デンジがコベニちゃんに、殺されようとした時に、かばっているところがですね、かばってでも自分の悪魔をですね、倒すデビルハンターが必要だっていうところが、今回の件で執念がですね、見られましたね。で、最後、実は、気づいた方は気づいたと思うんですが、エンディングですね、今回もまた、違うエンディングがあるんですが、この次のですね、コミックのシーンがさっと、続きがですね、一瞬出ているので、こちらも、いや、毎回書いてるの、ほんとすごいですね。今回わかりました。いや、今回も素晴らしかったですね。もうそのまんまつなげてですね、チェーンソーマンはもう映画にできるんじゃないかっていう、クオリティになっていて、今後も非常に、楽しみですね。はい。で、いよいよ今日かな、今日の夜かな、チェーンソーマン芸人っていうのも、別の局で放映されるので、そちらもどこまで、ネタバレ
しつつ、ネタバレしないようにしながらですね、チェンソーマンの面白さを、芸人さんが伝えてくれるのかを、ちょっと 楽しみです。今回はですね、コミックとアニメ見直してですね、今後のチェンソーマンの、なんていうか、ベースとなるですね、ルールが、結構語られているのが、改めて見返して分かったので、今後もですね、いろいろストーリーを見ていく上で、基本となるルールが語られてたので、よくできてるなと 改めて、コミックとアニメ見て思いました。はい、今後も楽しみです。以上です。